はい、6階に到着しちゃいましたっていう感じですね。601、なんとも可愛らしい感じのお部屋でございます。では601入っていきたいと思います。よいしょ。そうします。はい、扉の向こうにもう一枚扉がありました。すごいですね。オープンしてみましょう。オープン。ほうほう、こんな感じです。なんかツインになってるな。セミダブルじゃなくてツインになってるみたいです。こんな感じです。じゃあいろいろチェックしてみましょうか。まずカーテン開けてみましょうか。よいしょ。おおおお、いいね。お庭が綺麗じゃないですか。すごい、お庭が綺麗な感じでございます。でその横が、あ、横も窓でした。すごい角部屋ですね。上から見ていきましょうか。これどれぐらいかな、20インチぐらいかな、のテレビがございます。テレビ台にあるここには何も入ってません。はい、下の段がナイトウェアですね。これはあるかな、1枚もんのやつですね。はい、ズボンがないタイプだと思います。こちら机に行くと、まずライト、可愛らしいライトですね。はい、で普通のタップですね。ティッシュ、いろいろホテルの説明、各種ケーブルを使えるようになってます。嬉しいですね、こういうの。ここは以上ですね。空気清浄機で、机の前には鏡が置いてあるというのがこちらですね。はい、でベッドはツインになっていて、ふかふかの枕ですね。で電話があって、メモ帳があって、懐中電灯があって、おお、すげえ古い感じのものが出てきて、これは今使われてなさそうですね。これ埃かぶってます。で時計があって、これはどこの電気かな、あ、このベッドの上の電気がここにあって、じゃあこっちかな、そうですね。はい、でこれがメインのあとはエアコンのスイッチですね。エアコンは多分こっちから出てくるんだろうなと思います。ネジったら開くようになっていて、はい、コーヒーポットにこちら、はい、冷蔵庫というような感じでございます。こちらは、はい、おお、まあ、ハンガーがあって、デルの消臭スプレー、はい、それで洗濯物置き、靴べら、靴のシューズ磨きみたいな感じですね。扉がトイレとバス、コップがあって、歯ブラシ、ひげ剃り、ゴム、シェービング、くし、ボディタオルという感じですね。ここにペーパータオルがあって、普通のタオルとバスタオルがあります。あと、ウォシュレットのイナックスさんのウォシュレットですね。
があって普通のトイレで、ちょっと小さめかなのバスが、ちょっと小さめのバスがあって、シャワーはね、いい感じにシャワーがついてますね。まあ細かいあれですね、あれが出るようなシャワーみたいですね。まあ、とりあえず気持ちよさそうな細かさのシャワーです。ヘアシャンプー、ボディ、コンディショナー、 DHC の製品みたいですね。ここにも、鏡がついています。こういうちょっとでも古めな感じですね。ちょっと古めですけど、全然綺麗な清潔感ある感じでございます。あともう荷物置いちゃいましたけど、玄関入って、玄関こう入ると、右側にスリッパが置いてあって、鏡が置いてあります。はい、そんな感じのお部屋でございます。いいんじゃないですか、これで3000いくかいかないかなんで、後でちょっとね、お庭とか見てみたいと思います。今回ね、テレワークプランだったので、チェックインがですね、なんと朝の9時から実はチェックインできるというようなことでございました。で、チェックアウトが11時ということでですね、最大26時間も滞在できて、しかも今回3000円というすごいお安いお値段で泊まらせていただきました。ありがとうございます。大満足でしたね。部屋も大きくってきれくってね、はい、いいような感じでございました。はい、でですね、はい、北九州の旅終わりましたんで、そろそろ、文字に向かってですね、フェリーで大阪帰りたいと思っております。それではまた違う動画でもお会いしましょう。さようなら。